テルペの師匠に弟子にした。いい色とか。いい色じゃなくて、やばいね。ソガさんの試合、YouTube 見ました。やめましょう。この辺、これピーン。何喋ってたんですか？思いっきり。どうもいどです。はい、どうも。ディープランからチャンピオンで結構強かったやろ。誰ですか？アニマルコーディーとか。総合の選手。総合の選手。俺がドリンキングダウン。ドリンキングダウン俺だけっすか？え、ディープランドリンキングダウン。動画全部見させてもらいました。動画、ありがとうございます。今日はちょっと、俺一人ですけど。相方、高広さんはちょっと。高広はちょっとなんか、シュッてますわ。ペケすぎやばい。いきなりピーやん。どっこもシュッてますわ。今回楽しみですか、撮影。細川さんの知り合いのジムやってくれる。何個でも、ホストの会長がやってるジムあるんですよ。あとは辻慶太、この前ブレイキングダウンで入場です。あ、なんかわかるっす。ジムやってるんです。あ、そうなんですね。俺はもう、テル君の師匠に弟子にした。極悪兄弟に弟子にした。オーマイガー、極悪兄弟。懐かしい着信音っすね。一時それでしょ。だいぶでかないっすね。だいぶでかいっすね。挑戦状況見ましょうか。動画見ましたけど、めちゃくちゃ強いですね。どこですか？でかいです。めちゃくちゃでかい。いや、あいつスタミナないんで。スタミナないんで。いいやつですけど。今日何としたんですか？ああ。やりますの、今度。全然いいんで。お、どこに挑戦状況。お？ヒロでもなんかやりたい。オーマイガー。めっちゃ力強い。力でしょうね、多分。5分とかやったら多分、1分とかでめちゃめちゃ強いです。ブリキンドン向き。結構でもあの体格で蹴りやってましたもんね。カーテンやっとったみたいです。俺1分2アウトだったんですけど、休憩がもうちょっと長かったんです。普通8分ぐらいです。長っ。ブレイキングダウン次誰出るんですか？僕は面白いです。ああ。どうやって戦いたいですか？61。でも出られへんでしょ、あれ。そういう言ったらどうですか、これ。小倉原氏はカップで。出るんですか、ブレイキングダウン。出たいなと思います。あんな状態で終わったらもう俺かすぎだな。大変で。ボクシング世界ないんで。酔いでかって思ってたんですよ。前日まで普通に。酒が飲めるぞ。朝だ。二日酔いしたの。やんねやったら。しっかり練習して昔みたいに舐めてました。蹴りはマジで一切聞いてないです。なんかなんやろ。ロープロス。マジで。みんな鉄入れてるんですよね。パールカップ。パールカップ鉄ですか？鉄です。俺アマゾンで買った1200円のやつ。あんたもう守られへんすよ、ほんまに。知らんしょ、ボクサーやっとったら教えてください、さっき。鉄でも打てないだろ、痛いっす。痛いっすか？一緒ですよ、痛いっす。あ、マジっすか？パンダも回復せえんすよ。蹴った方も痛いじゃないですか？蹴った方は全然痛くないと思います。パールカップ1200円のやつ。ほっぽらしいからね。蹴られへんかったら、ね、セーフっすよ。まあ、蹴られたら終わってるっすよ。この辺が来たっすもん、だってなんか分かんないですけど。でも蹴られた。まあ、しゃあないですけどね。わざとじゃないと思うんですけど、すぐ蹴られたっすね、あれ。開始早々一発目です。あっち。俺舐めてんの？教えたんでしょ。見てないですよ、僕試合。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。インドとか。インド、インドじゃなくて、やばいです。インボール。何のためにも。これ僕も。あ、俺も。Me too。Me 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 too。With you。With you。ソガさんの試合 YouTube 見るぞ。やめましょう。濃厚 TKG。これコンパに持ってこいですよ、これ。全員男ですけどね。全員男ですけどね。おいしょよ。おいしょよ。おいしょ。おいしょ。おいしょ。一発目ジャパニーズマゲリーズ。ミキの歌出てくるんちゃうんですか？滑舌ミキで。セミ
ミファイナルかな、ね、これ見るんですか師匠の前でそうですね、いいやつだ、あいごあいごあいご本人の目の前で見るっていう2試合です。続いては第広告が入った、広告が入ったあー日本人で、はい、エウザに一番近かった男です。真ん中でヒロですけど、はい、思ってヒロ君似てますね、これ派手な方だよ、なんかお前そのボクシングの方がこれブンドンナイトピーでクリマですね、何やこれ、無理だよね自分で言うからおっさんおっさんやぞドンタコスみたいな感じで、ドンタコスったらドンタコス、あーポリウパティーだ、飲んでないですか、飲んでないですか、酔っぱってないけどほとんど何言ってるか分かんテロップ入れといて、テロップテロップ適当に入れておきます、テロップたまに間違えてるからちゃんとこれ強いな、あれあの巻き方って俺しかねえヒロと逆にタップを倒せると思ったけど思ったっすね。なあ。イラウンド目で形勢逆転。はい。アンチ結果がわかりました。アンチやりましょう。アンチ来てるんすよ。やりましょう。アンチ来てるんすか。アンチ来てるんすか。武田さんだっすよ。ああ。あれ、ほんまに来てたんすね、あれ。ほんまに来てたんすね。あれ、ほんまに今度、あれ、歌いますよ。バリフ。ボクシング。勝てた。勝てた。めっちゃ昔です。すごいっすよ。俺、おいくら前が聞いてるんですか、ちょっとぐらいです、ちょっとぐらいです、アニマルコーチに勝利おめでとうございます、ありがとうございます、花々しい K-1 ディープ、そうですね、ほんまっすね、広いんですか、狭いんですか、リングはこんなにリングやったことないんで、リングとアルフェンと一緒ぐらいじゃん、 UFC がもう一個強いじゃん、お金かかったですね、金かかってですね、そうですね、めっちゃ儲かってです、ブレイングが、そうですよね、生で見に来る人は別にお金払って、高い一席100人ぐらい限定です。セコンド1人限定なの？ 2人限定です。チャンネルメンバーやったらいけるって感じなんですね。俺もし受かったら俺しますよ。撮影みたいな感じでいけるでしょ？多分いけるでしょ。この2人でオールズでも。俺たち全員倒せる。いやいや、両サイドやばいよ。テレビ君、芸能人みたいなことだけど、僕は。東京行き2日前ぐらいから、みなみで行ったんですよ。やばいっす。開口から。テレビ君、テレビ君みたいな。ついでに、ついでに、ダッポロンとクシロクリルみたいな。すごいですね。細川さんの試合見る。アキラと一緒にアキラの試合見る。東京のローソンですね。入場者。最高や。うわぁ。ものすごい痛い。マジで。マジで。この辺、これピーン。1分しか回復させてくれないの、なんでなんですか、これもう注意で終わりだろ。ボクシングのルールだったら全体1点限定なんですよ。はいはいはい、1点限定で解説違うエアバーやったことあるんですか、ユーマなんですよ、もう終わりされました。でも1回直すじゃん、さっき取ってすげーエアバーって話し合いも本当だ、山口兄弟とアキラにしちゃ被れないですよ、面白いですね、やりましょう、めっちゃ重いですよ、攻めがいですよ、でもそんなのかわしちゃうんですよ、ここで足くねるんですよ、捻挫みたいな、おーあーこれか、足くねた、あこれで足が、ね、これで足もいっちゃった、誰か足聞いてますよ足くねりでマジもう終わりました、あれが今後の動画のもう足怪我してるっていう、あれちょっとやばい方がやったっすね、いや俺がワイですけど、あのこの辺にハイキックがあって聞いたり、この前ゲームがあったの、教えたでしょ、前ゲームでこれ教えたでしょあれ上手いなと思ったんですよ、教えたローで完全崩れたその時に攻めるっていうのを伝えたんですよ、細川さん蹴るつもりなかったんですか、蹴りに合わせようと思った、言い方が出たことをやるとした、一発ぐらい蹴らしてそこに合わせようと思ったんですよ、ずっとそう練習してたんですよ、それが一発もういけない、ローに合わせよう、何喋ってたんですか、覚えてない、そこに愛はあるんか、